トミさんこんにちは。2022年宅建試験を踏まえて鑑定士試験を考察というガイダンスを始めさせていただきます。担当いたしますはレク専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それでは始めていきますが、今回ですねこういうタイトルなんですけど、まあ、ちょっとね硬い表現になってますけど、まあ簡単に言いますとね今年ですね2022年宅建試験を受けた方ね、ぜひ次の試験ですね、なんかまたもう一つねなんか資格目指そうかなって、もしお考えの場合はぜひね鑑定士試験ね、これを目指したらいかがですかと、こういうまあ簡単に言いますとこういう趣旨のガイダンスです。でこの後ね皆さんにご説明してまいりますけども、宅建試験と鑑定士試験って、まあ、非常に、まあ、親和性が高いって言われてて、要するに宅建で勉強したことのほとんどが約ね、まあ、9割ぐらいが鑑定士試験で使えるんですよ、ね、そういう点を捉えて昔からねよく親和性が高いって言い方されてきたんですけども、今回それをねちょっと皆さんがね驚くようなちょっと情報を交えながらねね、いろいろお話をしてまいりたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければ幸いに思います。じゃあ始めていきます。で、まあ、こちらですねちょっと私一回消えますよ、よいしょ、ね、まあ、申し上げました。非常に親和性が高いよということで、でこの後です、一応一例としてね次ですよ、ご覧ください。これなんですよ、宅建試験ね。おそらくこの動画をご覧のね方の多くがね今年10月にね2022年の10月の宅建試験受験なさったかと思いますですね。で今回のこの問題ですね、直近の鑑定士試験ね、これ5月に一次の担当式試験って行われるんですよ。鑑定士試験ってまたちょっとね後でお話しますけども、一次と二次に分かれまして5月に一次の担当式試験っていうのが行われたんですけども、ここの問題を参考に作ってるんですよ。宅建試験は鑑定士の担当試験の方がちょっと時期が先でしょ。でこれを見て10月の宅建試験の問題の多くを作っているってことで、これ実を言うとね別に何て言うんですかね、別にそんな目新しい情報でもないんですよ。結構ねこのまあ受験業界では結構まあ有名な事実なんですけども、このあとね結構皆さん驚かれると思いますけど、かなりまあ真似をしてるって言ったら言い方ちょっと悪いかもしれませんけどね、かなり参考にしてるなってね、これを具体的な、ね、問題を通じて皆さんにご覧いただきます。その点でやっぱりね親和性が高いということです。いきますよ。でまず右側こちらにね2022年今年ですよ、行政法規です。行政法規鑑定士のね一次試験の担当の中の1科目である行政法規問いの7番都市計画法足の2番、ね、にこういうね問題が載りました。市街化区域には用途地域を定めなくても良い。これねもうここに答え先に出しちゃってますけど、これ誤りですね。ね、これ必ず定めなくてはいけないんですよ。必ず定めなくてはいけなかった。でそれがこちら左側やっぱり今年です。2022年宅建ですよ。ね、今回ねこの動画をご覧になられている方の多くはね受験なさったであろうね今年の宅建試験の問題15番都市計画法の足の1番です。こういうね問題文で出ましたね。宅建を受けた方はお分かりかと思います。市街化区域については都市計画に少なくとも用途地域を定めるものとされているってことで、この少なくとも定めるっていうのは、これ少なくともっていうのはこれ意味は必ずってことなんですね。意味は必ずって意味です。だから必ず用途地域を定めなくてはいけないってことで、このね足の一番これ正しいってことになりますね。いかがでしょう。同じ知識をね聞いてますね、繰り返しになりますけど、今年ですよ2022年の行政法規の都市計画法の問題ね、足の2番これが今年の宅建の問題15番都市計画法の足の1番で同じようにね問われているということで、でまだまだ続きます。でこちらまた右側が今年のね行政法規です。問いの6番やっぱり都市計画法で、足の4番ご覧ください。高度地区には都市計画に当該地区内の建築物の建蔽率ね、これが誤りですねを定めるものとされているってことで、ね、高度地区ときたら高さでしたね。高度地区ときたら高さ、ね、これ建物の高さ揃えるとこですから、ね、憲兵率じゃないよ、これ誤りですね。でそれが今年の宅建、ね、見てください。高度地区については都市計画に建築物の容積率、これおかしいですね、これ誤りですね、の最高限度または最低限度を定めるものとされているってことで、
とにかくね、これ両方ともね、行政法規も宅建もここね誤りで作ってありますけど、ここねとにかく高さですね、高等地区ときた高さね、行政法規では憲兵列に引っ掛けた、宅建では容積列に引っ掛けた、それぞれ誤りってことで、でも知識は同じね。次いきますよ。でまたこちらね、今度ねこの行政法規ですけど、これはね前年のやつです。2021年、ね、やっぱり都市計画法問いの9番足の2番、ご覧のような、ね、問題文が出ました。これね、市街化調整区域において博物館法に規定する博物館の建築のように供する目的で行われる3000平方メートルの開発行為、これは開発許可不要だよってことで、これ昨年ですね、2022年じゃなくて2021年、ね、の行政法規のね、これ問題だったんですけど、これね博物館法に規定する博物館、ここがポイントですね。ポイントで、これなんで開発許可不要かというと、この博物館法に規定する博物館っていうのは、いわゆる公益上必要な建築物にあたるんですね。公益上必要な建築物で、皆さん宅建ね受けた方勉強されたと思いますけど、公益上必要な建築物っていうのは公益性が高いってことで、場所も規模も見なくていいね、とにかくもう開発許可不要とね、こういうふうに判断すればいいんだよって勉強なさったと思います。でその時に公益上必要な建築物として駅舎、公民館ですね、あと図書館ですね、あと変電所ね、この4つですね、4つ、駅舎ね、図書館、公民館、変電所、とにかくこの4つ覚えてねって形で勉強されたと思うんですよ。ところがね、こちら、あ、これごめんなさい、今日でしたね、こちらね、これ行政法規ですけども、博物館ってことで、そのね覚えてねって言われてる4つの中には入ってない。でもこれやっぱり公益上必要な建築物に含まれて開発許可が不要になります、ね、でこれ考え方としてね、考え方としてとにかくね、やっぱり公益性が高いっていうこともそうなんだけども、これ考え方としてはこの博物館と似たような建物をイメージするんですよ。そうするとさっき私が申し上げたね、宅建を受けた方が覚えたであろう4つね、駅舎、図書館、図書館ですよ、図書館、なんとなく似てませんね、博物館と図書館、ね、最後お尻の字が館という字は、まあ、共通なんですけども、要するに何か資料がね保管されてて、基本的に誰でも入って見ることができるよっていう点では共通でしょ。だから、あ、図書館ね、あれと似てるから、この博物館ね、やっぱり公益上必要な建築物にあたって開発許可が不要になるんじゃないかな、こういうふうに考えてほしかったんですね。それが今年出てますね、これ宅建受けた方できました、これよろしいですね。これ結構悩んだ方いらしたかと思います。やっぱり同じですね、博物館法に規定する博物館ね、今申し上げた通りです。考え方はね、あの駅舎、図書館、公民館、変電所に上がってないから、わからないじゃダメなんですよ。わからないじゃダメ、ね、さっき言ったように推論を働かせるんですよ。するとこの博物館、ね、初めて目にするけど、確か公益上必要な建築物の一種類である図書館に似てるよね、だったら同じように考えて開発がいらないんじゃないのかな、ね、そういうふうに、ね、結論出すのは決して難しくはなかったと思います。とにかく同じ知識いいですね。次で、こちらこれまたね元に戻って、2022年、ね、行政法規、都市、今度建築基準法ですね、建築基準法の問題です。でちょっとね問題文ちょっと長いですけどね、こちらちょっと見ていきますと、法第59条の2第1項の規定により、その敷地内に政令定める空地、これ空地っていうのは、これいわゆる公開空地って言います。公開する、公開するの公開空地って言うんですね。この条文なんですけども、これね確かにこれねちょっと宅建ではちょっと細かいかなって感じですけど、これ行政法規ではよく出る知識で、この59条の2第1項の規定っていうのは、いわゆるあの総合設計制度っていうものに関する規定なんですよ。総合設計制度、これ名前がちょっとねイメージ持ちにくいんですけども、要するに、まあ、ビルがある、ね、建物があって、その周りに敷地がある。で本来その敷地はそのビルの敷地だから、他の関係ない人は通っちゃいけないはずでしょ。でも通っていい空き地がある、空地がある、それがこれ、これ空地、公開空地って言うんですよ。こちらですね、通っていいんですよ、一般の方も、ね、これ実際うちの会社のそばにあるんですけど、ビルがあって、ね、一応その敷地があって、もうほとんどね歩道とつながってるんですよ。歩道とつながってて、ね、一応なんかブロック、あの床を見ると一応線が引いてあるんで、あ、こっからこっちが、ね、この建物ビルの敷地だなって分かるんだけど、基本的に通っていいんですよ。植え込みもしてあって、
だからよくね、私なんかも仕事の行き帰り通るんですけども、もうジョギングしてる人もいれば自転車で通ってる人もいる。本来は何回も言いますけど、そのビルの敷地だから本来関係ない人は通っちゃいけないはずだけど通っていい。こういうのを公開空地って言います。でこれ設けてくれると非常にね、やっぱり通行の便もいいですよね。私たち歩行者もね通れますし、ジョギングもできるし、自転車で走れる。当然歩道よりも広くなるからね、歩道よりも広くなるから当然通行の便もいい。またもっと言うと、そのビルでもし火災があった時にね、消防車とか救急車とかいわゆる緊急車両も横付けしやすい、消火活動救助活動もしやすくなるってことで、そういう公開空地を設けた場合はその見返りとして容積率と高さ、この2つを多めに見てくれるんですよ。これを総合設計制度って言います。でちょっともう一回聞きますよ。ここ見ていただきたいんですね。ここですね。でこれ見ていただきますと、ここ最後ですね、ここ、これが曖昧なんですよ、ね、さっき言ったようにこれ総合設計制度ね、容積率と高さなんですよ。容積率と高さが都市計画の限度を超えることができるよ。これが正解なんですよ。ところがこの足は憲兵率になってる。これが誤りってこと。容積率と高さです。容積率と高さいいですね。これが正解で、これやっぱり今年の宅建で聞いてるんですよ。問いの18番足の2番です。同じ総合設計です。これでやっぱりこの一定の空地、これ公開空地を指してます。一般の方は通っていいんですよ。でここ憲兵率限度を超えるものとすることができる。誤りでしょ。さっき言ったように多めに見てくれるのは容積率と高さの2つだけです。憲兵率は対象外で、引っ掛けどころも同じね。もうまさに見て作ったな、ちょっとね言葉悪いですけどね、もう思いっきり参考にしてるなというのはね伺いますよね、これね。で次まだあるんですよ。でまたさらに建築基準法、これやっぱりね行政法規です。2022年。でこれはねいわゆる接道義務ですね。接道義務に関するね知識なんですけども、よいしょ。幅員 1.8 メートル未満の道ね、あらかじめ建築審査会の同意が必要だよってことでね。4メートル未満だといわゆる二項道路でしょ。これ 1.8 メートル未満、これいわゆる六項道路って言います。42条6項で規定してるんで六項道路って言うんだけど、で今度宅建の方見ますよ。これ今年出ましたね。同じ規定同じ知識、 1.8 メートル未満、あらかじめ建築審査会の同意がいるよ。正しい正しい、両方とも正しいね。そっくりというかもう同じですよね、これね。同じ知識聞いてますんでね。次で今度宅造法ですね。やっぱりこちらね2022年の行政法規です。宅地造成登記制法で、こちらね擁壁除却、除却ってのはこれねどかすってことね、の工事、知事への届け出ってことで、で宅建ではこちら、こちらね排水施設になってるけど、条文はね右の行政法規で問われた擁壁と同じなんですよ。この排水施設も同じ条文に規定されてて同じ内容です。これ共に除却、やっぱり知事への届け出がいるよってことでね、共に正しい足で作られてます。同じ知識同じ条文ですね。で次で今度国土利用計画法です。行政法規ね、問いの5番で出ました、今年ね。でこれ一段の土地で市街化調整区域ね、で1500平方メートル、1000平方メートル購入したってことで、一段の土地ね、これいわゆる物理的一体性、計画的一体性を聞いてますね。で市街化調整区域なんで5000平米以上でした。でこれ合わせてもね5000平米以上にならないね、だから事後届けではいらないよね。だけど問題文が届け出要素になってるんで誤りということでね、この市街化調整区域、この場合ね届け出対象面積が5000平米以上でしたね、合わせても5000にならないねと。でこれが宅建で出ましたね、これ国土計画を今年ね。これ場所見てください。市街化調整区域を除く都市計画区域、だから市街化調整区域と同じでしょ。やっぱり届け出対象面積が5000平米以上でした。で一段土地ね、でこれ C の所有してるのが3500で、 D が所有してるのが5500、合わせるとね6000ってことで5000平米以上ね、だからこれ届け出が必要ということでね、こちら正しい足になってますですね。知識全く同じね。で次で最後の地方税法ですね。これでちなみにね、これ行政法規もね、これまあ一応地方税法となってますけど、これ出るのがね固定資産税だけなんですよ。だから宅建と違って不動産取得税ってのは出ませんけどね、これだから地方税法、これ固定資産税と思ってください。2022年ね。で
固定資産税の付加期日、市町村の条例で定める。これ違いますよね。ね、1月1日ですよ。1月1日時点で、ね、決まるよということで。で、これが、よいしょ、宅建だと同じ。ね、今年2022年宅建の問いの24番で、ね、今年はこれ固定資産税が出ました。ね、地方税法の中からね。で、やっぱり、付加期日、市町村条例。ね、これ違う。1月1日だよって。ね、全く同じでしょ。ね、もう、まあ、完全にって言ったら言い過ぎかもしれないけども、やっぱ見て作ってますね、これね。完全にね。本当に。ですね。で、最後です。こちら、地下工事法。ね、これやっぱり行政法規でも出ます。で、都市鑑定委員会が行う標準値。ね、これ約2万、全国2万6000ぐらいある標準値の価格等の工事には、標準値の地籍及び形状についての事項は含まれない。これ含まれます。誤りってことで。で、今年、宅建で。都市鑑定委員会標準値の正常の価格を判定するときは、標準値の単位面積あたりの価格のほか、当該標準値の地籍及び形状についても官報で公示しなければならない。丸ってことで。同じでしょ、知識。ね。もう完全にやっぱね、参考にして作ってるな。そういうことです。いかがでしたでしょう。ね。まだこれ一部ですよ。ここにもあるんですよ。ただまあ時間等の関係でね、一応ね。以上代表的なものを今回ね、皆さんにご紹介させていただきました。もう完全にやっぱ、ね、5月の担当のね、問題見て10月の宅建の問題作ってるな。もうありありとね、それもう分かりますよね。伺うことができるな、そういうことです。ね、で、次いきますよ。行政法規。言ったように、これを参考に、まあ、宅建の問題作ってるよということ。ね、もちろん全部が全部じゃないですよ。ね、やっぱり一部ですよ。ね、で、これで宅建に受かれば今度逆に宅建から右の行政法規、すなわち鑑定士の勉強にスムーズに入っていけることができます。もう同じような問題出てますから。そうでしょ、ね、その点でやっぱ親和性があるよってことで。で、実はね、他にもあります。他にもただ親和性ありますけどね、ちょっと次の見てください。で、こちらね、宅建で勉強済みの分野です。ずらずらっと権利関係、宅建業法、法令上の制限、あと税法、あとその他、ね、鑑定評価基準やりましたね、これね。で、今度右側です、ね、鑑定士受ける場合は鑑定士で勉強する分野、ね、こちらに列挙しますよ。まずこれ一次の担当です。一次の担当2科目です。行政法規と鑑定量、それぞれ40問ずつで、これに受かると続いてこの二次ですね。二次の論文、これ4科目になります。民法、鑑定量、経済学、そして会計学ですね。で、左の宅建ですでにね、これ宅建受けた方勉強されてますんで、これがね、右の鑑定士のそれぞれの分野にどういうふうにつながっていくのかってことですね。で、まず権利関係ね、特にこの中の不動法ですね、不動産登記法、これ行政法規でも問われますんで、あとこれ権利関係で民法を勉強しますね。あと借地借家法も勉強しますね。これが論文の民法で全部使えるんですよ。で、あとこの宅建業法、これもね、行政法規で問われます。あと法令上の制限、これもやっぱり行政法規で問われます。あと税法、ね、これもやっぱ行政法規で問われます。で、最後鑑定評価基準、これがいわゆる鑑定論です ね、 ね、一次の担当と、あと当然二次の、ね、論文の鑑定論、こちら両方で使えますんで、いかがでしょう。こんな形したがって宅建の勉強のほとんど、まあ約9割ですね、私が見る限り約9割は次の鑑定士試験で使えるよ、そういうことなんですね。ですね、なんか本当にね、宅建受験生はもう間違いなく鑑定士の勉強するにあたって有利です。間違いなく有利ですね。特に宅建業法、これね、今ご覧いただいたように、あの行政法規でも出るんですよ。宅建業法、ね、今1問だけなんだけど出るんだけど、もうね、全然勉強しなくてもね、解けます。もう軽く1問取れますですね。だからもう他のね、分野なんかでも丸々使えますから、宅建で勉強した知識がね、鑑定士の勉強で使えるって、もう圧倒的に有利ですね、これは。でね、ちょっと最後にまたね、ちょっと聞きますよ。見ていただきたいのは、これもね、よくレックの水道橋本校で私ね、通学っていうか生のガイダンスやった時によく聞かれるのは、最近聞かれるのはこれなんですよ。鑑定士受験生どんな人が多いんですかって、やっぱ決まったように聞かれるんですね。で、最後ちょっとこれ乗っけておきますね。で、これやっぱね、圧倒的に社会人ですね。特にうちに来られる方たちは有職者の方が多いです。で、職種はね、別に不動産会社に限らないです、ね、もう銀行員ですね、メガバンクの方もね、かなりいらっしゃいますし、あと公務員の方もいらっしゃるんですね。で、あとシステムエンジニアですねの方も結構いらしてて、
本当にね職種は多様ですね。であと最近ね他資格からのねあの受験生も増えてるんですよ。あとちょっと赤字にしたんですけど公認会計士の方もね、この会計士の方も最近ね鑑定士やろうっていう人がどんどん増えてますね。これいわゆるあの科目免除の制度があるんですね。科目免除の制度があって公認会計士試験でね会計学勉強してるとあの鑑定士のねあの二次の論文で会計学受けなくていいんですよ、ね、そういう科目免除の制度もあるんで、ねまあ、会計士の方あとね、まあ、弁護士っていうか最近ねあの司法試験受かってあのまた弁護士になる前ですけどね鑑定士あのやってみようかなって方も増えてますね。司法試験受かって、ね、まだ弁護士になる前ですけどちょっと鑑定士やろうかなって方も増えてますね。あと学生さんも増えてますね。最近は在学生ですね。こちらであと女性の方ですね、主婦の方もそうですけどこれも増えてますね。しかしととにかくね、まあ、職種じゃないですけど宅建受験者が多いですね。でこれ私これ合格者にしてないんですよ。合格者とは限らないね。一応勉強した人ね、宅建受験者一応勉強して受けた人で圧倒的に多いな、これははっきりと申し上げることができます。やっぱりね有利ですね、有利で。今回 あまりねあの鑑定士の試験制度についてねあの詳しくご説明してこなかったんで結構ねとにかくあの問題ね、もうとにかく鑑定士のね行政法規の問題から宅建の問題こんなこれだけ作られてんだよっていうのにねあの絞ってお話をしてまいりましたんで、もしねいろいろあの試験制度とかねものについてねあのお知りになりたい方ですね、ぜひレックのねあのホームページですね、そちらの方をねあのご覧いただければと思います。こちらですねいろいろ載っけてありますんで、また、こちら最後にちょっとね、まあ、ちょっとまた講座の紹介で恐縮なんですけど、こちらのパンフレットですね、こちらのパンフレットもいろんな情報満載ですので、でもし皆さんの中でねあの今回のこの動画ご覧になられてちょっとやってみようかなっていう方はですね、こちらのねこのパンフレットですけども、22ページですね、22ページ開けていただきますと、これ一番最初のねこれ担当合格コースってことで担当だけです、一時の担当だけに特化したコースね、これがありますんで、これからね、まあ、ちょっと時期的なものもありますんで、もしねやってみようかなって方はぜひねこちらの担当合格コースの受講をねご検討いただければと思います、ね、また他のねあのいろんなね情報につきましてはこちらのねテックのホームページの方ぜひねご覧になってみてください。では以上で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。